でではでごめんなさい、いきなりなんですがこれあのスイングって書いてあるんですね、あのスイングテンポ132と思いっきりアレンジしとるやないかと言いたくなると思うんですがあもともと僕が用意してた、その他でね配布した譜面とアレンジ、カラオケが、まあ、このアレンジだったので,であの使わせていただいているという感じです。はい、えー、この波形、何かっていうとこれ太いところがオカリナの音が出てるところなんですね。これ これオカリナの音でこの細いところこれこれはですねあの残響リバーブとか言うんですけど残響音が鳴ってるだけなので実際吹いてないところですこの辺りからだからここまで吹いて残響音が鳴ってなのでまあ例えば言うなればこ,これちょっとスタッカート気味に吹いてるみたいなのが目で見ても分かるんですねまあ要するにオカリナの音を視覚化したデータなのでまあ これも参考にしながら聞いてもらえたらいいんじゃないのかななんて思っております。<music> なんだろう普通に聞き流すと「あオカリナでねちょっとスイングがかった演奏をしてるなあとで、まあ、ざっくり言えば歌ってるなーっていう風に感じていただいた方もいるのかなとこれあの単純にこのワンフレーズとってももう普通に吹いてるわけじゃないっていうのが。 こうなんとなく伝わるんじゃないかなと思うんです。じゃあそれどういうふうに何が起きてんだろうっていうところまではなかなか解析するのは難しいと思うんですね。そこを完全に機械の力を頼って説明していこうかなっていうアプローチになります。えー、まずですね、この「レシシラそら」までこのこの感じここまでをちょっと解説していきたいと思います。まず、えっ、ー、とね 今回アーティキュレ,レーションっていうのは、まあ、音の一音一音の,、ね、その処理の仕方でこのまで、あ、抑揚をつけていくことができるんですねその技でアーティキュレーションつけるというようなことを言ったりするでまあこのね、えー、ワンフレーズこのまずこれについて解説をしていきたいと思いますえシー,ーと楽譜の方を見ていただくと、えー、この色が変わった この四分音符、はい、レーの四分音符なんですけどこれ普通に音符一個ただ吹こうって思うとタータってレーってまっすぐブーって吹くと思うんですよところがですねこれここからここまでの黒い枠これが一拍なんですけど明らかに短く終わってるんですこれはあの人によってなんでここで切るねんっていうふうにツッコミが入るとこでもあるんですけどもあの僕はすごいわがままに こうということで僕の歌い方としてここは短く切ることを選んだんですよね。なのでメゾスタッカートと言いますかねこれぐらいだとねメゾスタッカートぐらいのその半分よりもちょっと長めぐらいの音の長さで音を切って次のターン次はこのこっちですねシのフラットのこの音に向かってるわけです。 タタちょっと助走をつけるこれはあの人によってはタラーンっていく人もいてそれがそっちが間違いなのかったらそうじゃなくて僕の方が特殊な例だとは思いますあのジャズのスイングなのでわざとこういう歌い方をしたんですね僕はねあの歌う上でグルーブノリっていうものですねグルーブとかあと、まあ、さまざまな要因があってこのフレーズ そのフレーズに対してどう歌うかということとグルーブ1小節ごとのノリに対してどう歌うかということと両方複雑に織り交ざって歌い方っていうのが決まってくるんですね特にこういうジャンルの場合は、はい、クラシックだとまた少し違ってくるのかもしれませんがそこは僕はちょっと語れるほど知識も何もないのでクラシックに関してはね、はい、ポップスとかジャズとかだとやっぱりこのグルーブとフレーズの両方を含めて歌い方が決まってくるこのの瞬間僕が選んだのはレノーとは 音符だけこの音符を読んでしまえば普通に「レ」ってベタって吹きそうなところを僕は「レ」「シ」「シ」「ラ」「ソ」「ラ」のここまでを一つの塊としてまあ人によってはもっとつながるよっていう人もいるかもしれないけど僕は一旦ここで切ったわけですねここまでを一つの組み合わせと考えてでまあそこをどう処理するかっていうことでこれを最終的に選択したということになりますで実はこれレ「レ」って あのピアノだとね「レ」って1個しかないんですけどオカリナの場合は「レ」って1個だけじゃないんですよね。あのレちょっと高いレもう少し高いレみたいな感じで「レ」と「レ」のシャープの間にはものすごいこのなんだろう要は 1m2m の間に1と2だけじゃなくて1.1。 1.01みたいな感じで単位ありますよねそれと同じように「零と「零のシャープの間にもいっぱい音程っていうのは存在するわけですその微妙な音程の調整なんかもして総合的にこれが「零って聞こえるようにやってるんですで実はこの最初の「と」後ろでは少し音程が違ってたりするんですねそれを今度は皆様にお見せしようかなと思いますはいこんな感じですね こうやって見たらベンドもしてましたね。ベンドという技なんですけれども。まあ録音だとね切ったようにも聞こえちゃうんですね。タウ。こう入った瞬間見えますでしょうかねこれ。これレの最初のレの音なんですけど入り口はちょっと低いところからふわーって入っている。これはこれだけが正しいってことじゃなくて多分クラシックの人だとここははっきり入りなさい,入りなさいよっていう人が多いと思うんですけれど僕の場合は。 自分の好みで「うわーらーん」っていうこのなんだろう「ちゃのあすかさん大好き」みたいな感じなんですけど「うわーらーん」って入りたくなるんですよねだからそれをちょっと表現して少し弱めにタンギングも「トゥー」じゃなくて「キュー」とかちょっと柔らかいタンギングを使って「ふわーと「うわーでっていうふうにはでしかもですねこれ超分かりづらいんですけどこの一瞬の短い中にビブラートもかけてたりするんですよね これするとこういう表現になってたりするでこっちのこれこれだけはこれはあの残響リバーブなので僕の演奏はここで終わってますここでこの下に下がったここで演奏は終わってますあとはこれは残響を使ってるだけですねでこういう表現になってるとたった一音なんですけどこういうことやってるんですねソフトにふわーっと入ってきてあちなみにこの今 線が白いところもしくはこの赤くなったこの線この辺りがちょうどこのレの音程の真ん中になります、はい、なので音程ジャストで入ってきたっていう感じなんですけどさっき言ったように微妙にほらこの線分かりますこの線が音程の高さを表してるんですが低くなったりこのあた真ん中のこの辺りでは高くなったりここねここって矢印見えてるかなあ見えてますね今ねここで。 高くくなったり低くなったりって要するにで総合的にこの1音全体通して大体真ん中の,その音程真ん中を狙ってるように聞こえるわけですね。これはあの人によってはじょ実はね聞こえ方がちょっと変わってくるので、まあ、若干リスクがあることではあるんですけど、まあ、このぐらいだったらまあ普通に例に聞こえるでしょうっていうことで僕はこういうことをやってたりするんですね。ねまあ、だからこそオカリナで この抑揚、その音量の表現をすることができるようにもなるんです。オカリナってガキは息を強めたら音程が上がります。息を弱めたら下がります。だから音程変わっちゃうからずっと同じ息の強さで吹きましょうって言うとこれはねあの暴吹になるんですね。いよいよ抑揚がないベターっていうあのあれですよ。チャウ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 みたいなやってるだけなよ。チャウチャウチャウ うで、でにならならいわけですよねそう。こういう抑揚をつけるというところでは、まあ、この微妙なインテネーションチャウチャウ,チャウチャウチャウってなったりするじゃないですか同じでこの微妙なイントネーションってすっごい重要なんですそれをギリギリ音程がちゃんとそこにはまって聞こえるように吹くということが大事なんですねでこういうことをやってて例の一音はこういう処理を僕はしておりましたということでなるんですねでこの一瞬下がってますねこ これもね、僕も今、気づいてなかったんです、実は。あのなんだけど、タウンって、スーッと落ちるっていうね、ここを、はい。こういう、ベンドダウンって、これもちょっと細かく説明すると時間足んなくなっちゃうので、軽くですけど、ちょっと勢い弱めて、ふーっと力が抜けた雰囲気を作るんですね。ということをやって、一音の処理をこんなふうにやっていたりします。まあ、一音目の処理を、ここで、ターン、ターンっていったわけですけど、次の、 逆に「C のフラットに関してはトーンとはっきりとしたアタックで吹いてるんですよね。タターン入った瞬間ちょっと音程強いんですよ。でこ,こ,のこれねあの膨らんでるこれは音の大きさを表してるんですねさっきの波形と一緒です。なのでちょっとだけ少し強めに「T」の単ン語を使ってトーンとはっきりと出してそしてって吹いてるんですけど。 この次のしのフラットはこれパーンと強く入った後に少し音落ち着かせつつあんこれねフワーって揺れてるこれはねこのめちゃくちゃ揺れてるこれはあのリバーブの影響もあったりしますのでざっくり見ていただければと思います、まあ、比較的まっすぐこう進んでいくんだけどこのあたりでこのあたりで 強くなってますよねで強くなったと思ったらまた弱くなって下がってるまたもっと山が生まれてもっと下がってるこれ何かっていうと実はここまでまっすぐ吹いた後にここからビブラートがちょうどねここここからビブラートが始まってるんですよ実はこっちまではトーンとはっきりアタックを強く吹いた後にまっすぐ伸ばしてほんの一瞬ですよ本当にこんな一瞬ですなんだけどその後に すぐにビブラートをバーンって揺らし始めるでこの時一番強いビブラートはここ1回だけなんですよねこれ大事だとだから僕っぽい歌い方をする場合はってなっちゃうんですけどこういうことやってるそうするとここにこのビブラートの強さが音量の強さ勢いの強さを生んでくれるんですでもビブラートって音程も下がるので同時にその分音痴にならずに済む大体まあちょっと今高めを狙ってるんですけどこれはどちらかっていうとこのまあ 少し高いかなぐらいの、まあ、僕が気持ちいいと思う音程感なんですけどこれがここの音程感をキープしながらこの不転子分音符ですよねこれね「たーらは、えー」はい、この不転子分音符のこの音をの真ん中8分音符1個分2個目分ですね8分音符2個目のここの部分でぐわっと山を作ってでまた落ち着かせるっていうことを このフテンシブの中でドラマを作ってるわけですねでそしてでここでちょっと落ち着かせた後にでこの次の C のフラット、えー、この C のフラットですねこの C のフラットは音程的には変わらないんですけど実はちょっと工夫してることがあってですね こ,こ,はい、これが今の普天支部の後のこのこの普天あ、うん、この8分音符のシのフラット実はこれこっからここまで音を出しててこっからわーんって、うん、ここだなこっからここまでですねはいこっからここまでが8分音符1個分のこのシのフラット8分音符1個分の長さがこの黒い範囲になります。 この黒い範囲のうちの音を出しているのはここまでなんです。つまりこれスタッカーと一瞬かけてるんですよね。これがアーティキュレーションってやつですね。はい。アーティキュレーションを駆使して、ここでシーでここでグッともうほら、さっき言ったここ盛り上がりのとこ。一瞬強いビブラートかけたとこですね。これが。トーで、で、まあ導入、山盛り上がり、 また落ち着いて次に今度は音の長さで音の弱さというかあのちょっと落ち着いた感じをこう表現してるんですよね同じ音の強さ音程は変わらないんだけど印象が全然違うんですよここが一番強いのに対してこっちの C のフラットはすごく弱くこうスッとソフトに目を引いたように聞こえると思うんですねそれをちょっとここからの流れで聞いてみましょう分かりましたあちょっと もうちょっとこの辺までいった方がいいかなこんな感じですねここちょっと抜いたように振ってここが色っぽく聞こえませんかまあお前の自己満だと言われればすいませんってことになるんですけどまあ僕はそういうのを、まあ、無意識になんですけど表現をしているんですねこれをでこの「ら」次の「ら」はですね「ら」ラ「ら」「そら」ときますがこの「ら」はというと これだだんだん音大きくなってますよねここは、あれ、どこまでここです。ラーでだんだん大きくなっているラこれ見ていただくと、ここの矢印の位置、ここですね、ここ。この矢印が動いている、この位置というのが、この辺が音程の、一応真ん中の部分です。 まあもうちょっと高めを狙った方が気持ちいいんですけどこれはちょっと高すぎるんですけどまあ僕のミスですこれはねはい演奏のミスになりますこのこのラを吹き始めて低いところからわざと入ってってグーんとベンドアップをしてうわーんとタタって歌ってるんですよねこのラの処理この8分音符なんですけれどもこの8分音符の処理を一瞬でグワーングワーンと でしかも山なりに右上がりに来て最後の最後で次の音に向けてフッと落とすということをやっていますねそこまでやってないですねごめんなさい今の嘘ですはいやってないですねまあこれあのこれはね残響ですねここの音ここのとこの音がここに来てるっていう感じですねはいまあこんな感じこういうふうにしてでまたまあでそう処理して でこの次のラーのフテンシブ音符もここにブレスが入るのでこれ実際はこうなるんですけどねここにここがブレスでラーダーになりますがつまりこの1拍分の長さになるわけですこっからここまでなんですけど1拍分の長さもここでもふわーっとまっすぐ吹きつつここで1回ふわっとガクッちょっと上げてガクッと下げて上げるってビブラートを1回だけかけてるんですね。 ってなるんですグーッと盛り上がってってふわーっと上がってってここでふわっと落ちてストンって落ちてまたラで上がってってっていうほらここで落ちた感じしませんなんかボールがふーっと上がっててストンって落ちてまた上がっていって でと要するにここで激しくこういって落ちてそのバウンドでちょっとこういってまたこういってで音の処理もこうただ棒吹きにならないようにっていうふうにしてるだからこれとてもじゃないけどあの上野さんの話に戻りますけど音符一個一個で読んでたら絶対にこんなことできないんですねこれはあくまでもここに書いてあるのは音符じゃないんですよね音符を使ってメロディーが書いてあるわけです なので、メロ要するにこれね、文章を読むことに例えていただければと思います。小説を読む。小説を読んだときにこのあ、例えば、わがはいは猫って書いてあるじゃないんですよ、ね。わがはいは猫って読んだときに、みんな意味を認識しますよね。意味を。 情景ととか意味をそれれ全く同じなんですこれ言語なんんでですすこ言語よ音符って。なので、レシーシーラソラって書いてあるここから意味を汲み取るメロディーを汲み取ることが大事なんですね。その感性を磨くというのはたくさん聞いてまたこういう説明を聞いて認識しながら漠然とではなく集中して聞いていくということもまた感性を磨く上ですごく重要になるんですけど冒頭に言った味の違いが分かるようになるためにはというところですね。 であくまでもメロディーフレーズとしてこれを捉えた上でこういう14 14の処理をしていくそれとこういう歌い方が生まれるんですね。で、えー、ワンフレーズじっくりたっぷり説明させていただいたところでお時間となりましたのでこれで終了させていただこうかなと思います。<music>